中学生の頃から漠然とですが空に対する憧れがあって、大学では航空のことを学べるということを最優先に考えて早稲田大学に決めました。将来航空関係の仕事がしたい僕は、大学に入ってからいろんな驚きがありました。同じ学科内には僕と同じ夢を持っている人がいるのですが、はるかに飛行機に関して深い知識を持っている人、工学そのものにすごく詳しい人、いろんな個性やいろんな能力を持った人たちが大勢いるということです。こうした環境に身を置くことで僕自身が非常に刺激をもらえますし、先生方に積極的に教えを請うといった行動ができているように思います。私はジェットエンジンの構造を学んで、タービーエンジンのパラメーター計測を行うとか、模型を使ってエンジンの原理原則から理解するという研究に携わることになりました。これは飛行機の動力源となる部分の研究なので非常に難しいのですが、同時にやりがいも感じています。ゼミに入って間もないので、いろいろ覚えることが多々あるんですが、彼はここの大学を志望した第一が航空系に進みたいという目標の中でですね、彼の性格を持って和気あいあいと卒研に取り組んでいただけるんではないかなと、また私は彼の夢を叶えてあげたいなと思っております。まだ始めたばかりでわからないことがたくさんありますが、先生や仲間たちと多くを語り合い、航空業界の現状や飛行機が飛ぶ原理、ジェットエンジンの仕組みをしっかりと学び、幅広い知識を身につけていけるよう頑張っていきたいと思います。